人気のエコカー新型プリウスのブレーキ問題でトヨタ自動車は国内で販売された全ての車についてリコールを実施する方針を固めました今週前半に正式に発表する方針ですトヨタはすでに販売店に対して相次ぐ苦情の原因とされる ABS アンチロックブレーキシステムを制御するソフトの改善措置を行う方針を伝えています 関係者によりますと当初は自主回収のサービスキャンペーンでの対応を検討しましたが顧客の不安が高まっていることから信頼回復を優先してリコールでの対応に踏み切る見通しです週明けにも国土交通省と協議して今週の前半に正式に発表する方針です